続いて津波が関東東北地方沿岸を飲み込みました。その後、東京電力福島第一原子力発電所が爆発。大量の放射能が飛散し、今なおふるさとに帰れない方がたくさんいらっしゃいます。あれから5年経った今年の春、4月14日、16日に熊本地方で直下型大地震が連続して起こり、多くの家屋が倒壊、余震が収まらない中、懸命に耐えながら復興を誓っておられます。ここ高島も琵琶湖西岸断層地震が心配されており、原子力発電所の風下にも位置しています。ありがとうを言っておきたい方はどなたでしょうか。ごめんなさいを伝えておきたい方はおられませんか。あなたの命の時間をどう使いたいですか。今与えられている命に感謝をしながら第2部をご一緒に作っていきましょう。